別な場所で充実のプログラム、熊本の教育旅行。こんにちは、まさやんです。熊本県人吉市で学べるのは人吉熊防災学習プログラムです。令和2年7月未曾有の豪雨災害に見舞われた熊本県球磨川流域、人吉球磨地域では甚大な被害を受けましたが、災害を経験して学んだことや教訓をもとに防災学習プログラムが作成されました。熊本県人吉市の国宝青い阿蘇神社に来ています。いや、立派な楼門ですね。ただこの神社も甚大な被害を受けまして、この神社ではその文化財の被災状況、そして復興と備えについての講話を聞くことができます。令和2年豪雨の時は、そのどのあたりまで水が来たんでしょう。あそこの屋根が見えてたぐらいですよ。だからこの辺ぐらいですかね。あ、もう僕の身長立たないぐらい。今までそこまでの水害ってないない。昭和の大水害っていう時も下の方結構洪水だったんですよね。でもこの境内までは来ることはなかった。じゃあ災害もそうですけど、はい、災害のそこからの復興はやっぱり大変だったんですか。いや、復興がね、もう本当にこう被災当初はもうここはこう田植え前の田んぼみたいになってるし、それ全部泥かき出したりだとか。ここではどういったそのプログラムが学べるんですか。ここはですね、国宝に指定されているように文化財が結構多数あるんですね、はい、それをいかに守っていくべきかっていうようなことを随分体験いたしましたしね、常日頃からどういうことを考えておかなければいけないかというようなことをお話をさせていただいたりもしてますね、さらにここでは浸水体験 AR で豪雨災害を疑似体験できます。これが実際その令和2年の豪雨の時にこの辺りまで水が来ましたという。そうです、そうです。もうこれ 1.3 メートルで映像上は僕はもう多分水の中みたいなことになるわけでしょう。そうですよね。だから水がわーっと増えるだけじゃなくて流れがあったんですよね、はい、ですからこの境内にも民家のいろんなものが流れ込んできてたりね、その凄さが伝わりますね。そうですね。今この何もないところ見てるとね、そんな感じしないんですけれども。神社で防災の講話を聞いた後には国立競技場を設計した熊健吾さんが手掛けた葵の森国宝記念館も見学できます。さて、人吉は相良氏が700年にもわたって治めていた城下町で、伝統的な技が光る職人さんもたくさんいらっしゃいます。ということで今回は熊焼酎の職人さんにお話を聞きたいと思います。清流球磨川を生み出す美しい山々、盆地特有の寒暖の差が激しい気候と風土が育む水や米が熊焼酎の原料です。現在27の蔵元から200種類以上の熊焼酎の銘柄が作られています。大和一酒造元さんにお邪魔しておりますが、はい、ここは何ですか。ここはですね、はい、豪雨災害の話とか、はい、焼酎の作り方の話とか、そういうお話をさせていただくための、はい、教室になっています。教室。はい。おお、本当だ。昭和の学校の教室みたいですね。そうですね。ここはもともと事務所を置いてたところが水害で泥だらけになってしまって、はい、下は空っぽにしといた方が水害になった時に後が楽だと、復旧ができるぞと。この昭和の教室風のスペースで見学の方々に座学を行っています。ここは、はい、ここはですね、亀を並べる場所にしています。この中に焼酎が入ってますというのが、普通亀って地面の中に埋めて使うものなんですけど、はい、地面の中に埋めてったら水没したりひっくり返って割れちゃったり、でも助かったのがあってですね、はいはいはい、6割から7割入った亀が1本だけ助かったので、6割から7割入れとけば浮いて助かるんだというのが分かったもんです。亀にいっぱい入れないってことですか。いっぱい入れない、はい、本当だ。こんな感じでございます。いい香り、はい、そしてやっぱ亀に本当6割7割なんですね。そうですね。奥の方は、奥の方はですね、麹室。この麹室というのはどういうところ、ことはですね、麹菌を繁殖するのを手助けするところ、うん、で、そこまで、
泥水が来てしまったもんですから。ここまで？そこまでですね。でそのここが全部水没しちゃったってことは、はい、ここにいたその工事とかそういうのは、まあ、当然ダメになったんですよ、もちろんね、はい、あのでまた新しい菌が、住み着いただろうということで、うん、熊川が運んできたかもしれない新しい菌とともにお酒作りをしようかなということで。他にも水害で経験したこと、水害の後に考えたこと、変えていったことなどを来た方々に丁寧に伝えます。この焼酎は、はい、あこれは熊川という、はい、水害後に作った焼酎ですね。じゃあ私いただきます、はい、美味しいですね。ありがとうございます。すっきりしてこう米の旨みも出て、これこういろいろまあお話を聞いたり体験することによって、あのどういうふうに感じていただきたい、どういうことをこう持ち帰っていただきたいと思いですか。愛に満ち溢れたこの社会だなというのを、特に水害後に感じさせていただいたので、まあ、何があっても諦めずに、前向きに進んでいける、だからみんなで頑張っていきましょうっていう、まあ、そんなことをですねお伝えしたいなと思ってますけど。ちょっとお借りを。いやこうして熊川でね遊覧船で巡るというのも風情があっていいですね。ぜひこう人吉においでの際にはこういったことも体験してもらいたいですね。今回は2つの防災講話をご紹介しましたが、防災講話は全部で6つあります。事前事後学習用テキストも有料で販売されています。ぜひとも人吉熊においでいただいて体験して学んでください。僕はもう少し遊覧船で楽しみます。